ハンズの防災コーナーにやってきました。あ、ヘルメット、これはちょっと今回買おうかな。これ気になる。お水でもお湯でもできるカルボナーラ、いっぱい買いました。19,344円、ほぼ2万円です。防災用具、皆さんどうされてますか？うちはいつも見直さないといけないなと思いつつ、なかなか見直せていないのは現状です。特にコリスが生まれてからは見直しができていなかったので、子供がいたり赤ちゃんがいたりするとまた必要なものが変わってくるそうなので、その辺も含めて今回は見直したいと思います。もともとこのリュックにいろいろ入ってたんですが、一部もうね、取り除いてしまったものもあれば新しく入れたものもあるので、もともと入っていたセットがそのまま今入ってるわけではないです。でもいろいろ入ってね、ちょっと出しますね。こんなもんですね、とりあえず。何があるんだろう、そこなんですよ、意外と把握してない。ようか、これいいかなと思って前買ったんです。災害、あと遭難時、スポーツ後、アウトドア、レジャーなどにって書いてあって、5年間長期保存。私甘いものがすごく好きなので、なんかあった時に癒しになるかなっていうと、まあ、ね、直接エネルギーにもなるのかなと思って。パン、乾パン、あ、これは変えた方がいいかも。23年の8月まで。見直し大事ですね。三角巾は、まあ、2個家にあるので。これ何ですか？これは懐中電灯なんです。まずライトで、あんまりないしたくないけど、サイレン、あとラジオも一応こういう感じで多分充電するんですよね。へー、携帯電話とかを充電できるっていう。 iPhone5 以降への充電についてって書いてあるぐらいなので、多分そのぐらいの時代じゃないですか、覚えられたの。軍手とか、うん、ガムテープ、布テープ、レジャーシート、吸水バッグ、雨がっぱ、カイロが古いです。レスキューシート、あったかくなるやつね、うん、くるんで。前シャンプー、これ私一応出産の時に持ってきました。お風呂とか入れないかもしれないと思って、直後結果使わずに済んだんですけど、やっぱり持ってると安心ですよね、うん、笛、こういうの意外と大事ですよね。救急セット、避難用具4点セットって書いてある。スリッパとアイマスク、あとエア枕、耳栓。次、これ。それ何ですか？加熱袋。この袋にこの発熱剤があって、そこにお水をかけるんですね。缶詰とか冷凍レトルト食品とか、そういう加熱していいものをここに入れるんですって、うんうん、そうすると温まる。ただし有効期限が去年の4月でした。発熱剤に有効期限あるんですね。まあね、なんか使っちゃいけないのか、使うと危ないのか、もう効力が下がっているのか、その辺が分かんないから何とも言えないですよね。あんまりこういうの馴染みないから、うん、有効期限といえば電池ですよ。あー、これもダメだ。いつでした？21年の3月です。リンゴ型タオル、 G7 サミット、今年のじゃなくて7年前、はい、伊勢志摩サミット取材行った時に多分いただいたもので。へー、マルチツール、ナイフとかハサミ、いざという時にね、1個持ってると安心かなと思って、うん、それ何ですか？どの度数の人でも合わせられるメガネです、多分。へー、そんなあるんですか？そう、横を回して度数を変えるってやつです。あとはミニトイレ、それとは別にトイレ袋、これはトイレに直接設置もできる。汚物袋が10枚と凝固剤10個。何個いるかってとこですよね、難しい。実は首相官邸で
の資料っていうんですか、うん、なんかあの災害の備えチェックリストっていうのがあるんですよ。ストックはストックでいろいろ必要です。で、非常用持ち出しバッグ、これはこれで別で必要です、うん、で、この非常用持ち出しバッグのチェックリストがあります。水、食品、アルファ米とかレトルト食品とか最低3日分用意。この中にヘルメット、防災石も持ってない、衣類、下着入れてない、レインウェア、これはかろうじてありましたね。紐なしのズック靴、あと懐中電灯、携帯ラジオ、これ一応ありますね、うん、予備電池、そう期限切れちゃった、携帯の充電器、マッチ、ろうそく、ろうそくマッチはあります。絆創膏、包帯、消毒液、あ、入ってない、消毒液は、常備薬など救急用品、使い捨てカイロは期限が切れました。ブランケット、ブランケットじゃないけど、まあ、一応この段取るやつはある。軍手あります。洗面用具はありません。歯ブラシ、歯磨き粉も入ってません。タオルも、あ、一応あるか、タオルこういうちっちゃいの、ペンとノート入ってない。で、感染対策も有効ですということで、マスク、アルコール、もうちょっとなんか新しいの変えてもいいかもしれない。石鹸、ハンドソープ持ってるけど、ここには入れてなかった、入れた方がいいかもしれない。ウェットティッシュ、意外と入ってなかった。子供がいる家庭の備えというのもあります。ミルク、キューブタイプ、今子供のもの何も入ってないんですね、私、うん、使い捨て哺乳瓶、離乳食、うちちょうど1歳半だから、ちょうど離乳食が終わってるぐらいの時期なんですよ、ね、でもまだあった方がいいんだよな、しばらく非常用って考えたら。紙おむつ、お尻拭き、携帯用お尻洗浄機、ネックライト、あと女性の備え、生理用品、織物シート、サニタリーショーツ、中身の見えない袋、防犯ブザー、ホイッスル、唯一ここに入ったのはホイッスルです。全然足りないんだな。じゃあちょっと思った以上にやっぱり備えて大変なんだなっていうのを実感しました。なのでこれからちょっと最新の防災グッズをチェックしがてら、何かここに加えられそうなものがあったら購入して、もう少し手厚い備えにしたいと思います。ということで、ハンズの防災コーナーにやってきました。しっかりと最新アイテムチェックしたいと思います。では奥の方から行きますか、どの辺から、あ、まずこのね、この辺からいきなりいろいろありますよ。ランタンとか懐中電灯、乾電池でスマホ充電、まあこういうのも便利ですしね。あ、ヘルメット、これはちょっと今回買おうかな。ヘルメットないんです、うち防災頭巾も。どういうのがいいんだろう、これ面白いですね。これもヘルメットみたいです。すっごい軽いです。まずめちゃくちゃ軽くて、多分おことですよね。軽量でこんなに薄くなるっていうのはポイント高いですよね、うん、一方でもやっぱこういうヘルメットがもうすごく魅力的というか、やっぱでも折りたたみかな。これがこれか、イザノ2っていう名前なんですけども、すごいしっかりしてる。こうするとほら簡単に、はい、なるほど、かなりコンパクトになりました。薄っ、なかなかいいですねこれ、うん、頭は本当大事だから、持ってない自分がちょっと怖いかもしれない、うん、いやー、いいものいろいろありますね。普通のヘルメットももちろんいいんですけど、なるべく収納コンパクトにしたいので、ちょっと折りたたみで考えたいと思います。すごいこうワンコーナーに集まってるっていうのがすごく助かりますね。何が必要だっけってなるので。これ昔届きませんでした、家にある気がする、ありましたよね。
東京防災。あとは防災用品ファイル4。それハンズさんおすすめらしいね。これですか？こんなアイテムあるんだっていうようなのがいっぱい記載があります。例えば本の中身紹介しちゃいけないですね言いたくなっちゃうやつだ、うん、そうそう言いたくなっちゃうようなそういう内容です。ぜひご覧あれ。あった、モーリアンヒットパック、切れてたやつあるじゃん。え、でもなんか似たような他のものもある。これも良さそうじゃないですか。沸かす、温める、ヒットプラス、食材は裸のまま温め OK、 加熱素でお湯が沸かせます、90度まですることができるんですね。え、これはなかなか興味あるそしてさっきのモーリアンヒートパックも2種類あるとは知らなかった。加熱時間15分ですと20分ですがある。サイズ違いですね。なんでこんな悩むんだろう悩ましい、難しい。あとはこの辺気になるものがいっぱいありますが、いろんな積み合わせ防災バッグありますね。ほらこんな結構大きいですね。本当はこれもう1個ぐらい欲しいもん、夫の分。あとはハンズ限定の自宅待機セット、災害時に自宅を一時避難場所として使用する際に必要なアイテムを揃えました。あー悩むなちょっと待って、持ち帰れる私まず家の中で切れていたモーリアンヒートパック1パック買います。これかな、こちらのコンパクトなやつ、白にします。白を2つ。ここはわー食べ物だ。ここはもうどんどん買います。だって足りないんだもん。まず私これ好き、このオニシのエビピラフとか一時期すごい家にいっぱいありました。美味しかったです。アルファ米なので水かお湯でできるんです。どうしようかな、これちょっといろいろ買おうかな。こんなにいっぱいあるの知らなかった。普通に食べたいな。ナシゴレン普通に美味しそうですね。チキンライス、普通の白米もね必要ですね。白米2個ぐらい買いましょう。これ気になる、パスタ、お水でもお湯でもできるカルボナーラ、これは欲しい、試してみたい。あとそうだ、さっきパンがねもうすぐ切れるっていうことだったので、なんかいろんな味があるんですね。こういう乾パンも見て、おしゃれじゃないですか。ライ麦オレンジ買ってみよう。そうか、クリスチャンパン好きだからそういうのだったら食べられますね。そうですね、パンも好きです。でもご飯も好きなんです炭水化物大好きなんです。こういうのもあるんですね、卵不使用、アレルギーの人とかもいますから助かりますね。いろんなのあるんだな。食べっ子動物、これ買おうかな。ポリスにも良さそうかなと思って、ね、もし何かあった時に不安じゃないですか。でそういう時になんか犬だよとか牛だよとかまた行って過ごせたら少しだけでも平和の時間が流れるかなと思って、食べっ子動物買います。いろんなところがいろんなもの出してるんですね。こんな感じでとりあえず食べ物を中心に、あとヘルメットとそれから加熱パック、お会計いきましょう。いっぱい買いました。19,344円、ほぼ2万円です。というわけで防災グッズ大量に購入しました。結構思ったより重い。長期保存できる食品足りなかったので、せっかくなのでちょっとときめくものをいろいろ買おうと思って揃いました。それからもう今すぐにでも欲しかったのはヘルメット、これももう大至急で購入できたので今回は大満足です。
まだまだ多分必要なものもありますし、もうちょっとじっくり時間をかけて考えたいものもあるので、今後も引き続き、はい、防災について意識を高めていきたいと思います。